またトップス？もうないです、うちトップス。任天堂 DS のゲームですね。はい、どう、みんなワクワクしてきた？俺はね、今感情ゼロだね。感情ゼロだね、完全に。アトラクション並んでる感じはないね。電話鳴ってる。もしもし、秋です。もしかしてまだ寝てたの？いや、もう起きて12時間は経ってるよ。普通にゴリゴリに起きてるよ。画面タッチだ、ほんとずっと画面タッチ。指紋まみれになってる画面が。遅刻するとこだったねと。画面左半分失ったけど。サノス？サノスにやられた、これ。そろそろ時間よ。ところで今日こそは履歴書を書いてあるわよね。何日間書いてなかったの俺ら。履歴書ハテナやべえだろ。履歴書ハテナ。あなたのことは詳しく書いた紙のことよ。もう雇うな、こいつを。雇うんじゃねえよ、もう。後出しだし、履歴書。トラップカードみたいなもん。名前と誕生日を書いてお店に来て、スカスカかよ。何やってるか分かんないだろ。もうこれ本名入れないといけないやつじゃん。トム。大将。ガールズモードで思いっきり大将なの笑うわ。もう訳分かんないだろ。はーい。うわ、終わった。いろんな埋める場所あったぞ、今。大将ちゃん、なんか方向性変わってきたな、このゲーム。含みがすごい、含みが。ルミナへようこそ。一緒に頑張っていきましょうね。はーい。まあでもさすがになんかおしゃれだね、この人。おしゃれ感あるもん。接客の基本を教える。早速お客様がいらっしゃったわね。1キル。あやこ。スタンプとかあんの？予算。予算すげえな。客の予算も把握してんの、なんかやだな。可愛い雑貨に夢中。猫10匹飼ってます。買いすぎだろ。猫に当ててよ、その予算は。お待ちしてました。つい足を運んじゃうのよ。ルミナなら安心して入れるし。はい、いい店なんだね。アキさんとファッションのおしゃべりするのが楽しくて、ついシンプルジーンズ。あー、なるほどね。パンツを選んで、シンプルジーンズ。どれ？これ？あ、これだ。3990円。意外とリーズナブルだね。着てもらっちゃう。もうなんか押せそうだけどね。とりあえず見てもらった方がいいのか。早速試着して、あ、もう自分からしていく。どこにカーテンあんの、この店。おー、まあいいんじゃないですか。投げやりすぎるだろ、店員として。俺、いいんじゃないですか。人それぞれなんてね。別に俺が悪いって言っても、本人が好きなものを着ればいいと思うし、人に聞くもんじゃないそれ。お会計。あ、でも買ってってくれたわ、お店のお金。生々しいな。お金なくなったらやばいのかな、お店のお金。買い付けまくろっかな、古着とか。初めての接客とは思えないぐらいしっかり生きた。ありがとうございます。また来た。もう帰りたい。もう帰りたい。疲れた。ゴージャスなパーティーに行くんだ、すごく楽しみにしてるの。もういいだろ、その格好で。大人っぽい雰囲気なドレス。あー、ストレッチジーンズですね。アニマルデザイン。何これ、いいじゃん。これは違うだろう。これも違うな。こっちかこっちだな。10万円するぞこれ。マジかよ。ルイ・ヴィトン？個人的にはこっちちょっと似合いそうだけど。今黒い服着てたから割と。見てもらう。好きだな、そういうの。試着しちゃう。あ、もう自分から言った。オッケー、終わったよ。はい、いいんじゃないですか。自分で決めて。
進めるまではすごい進めてくるけど、来たらもういいんじゃないですか。あ、でもこれで良かったんだ。まあ、でもなんか格好が結構ね明るめじゃなかったから、ゴージャスと言いつつも、ついでにストレッチジーンズもつけとくんで。あ、お店のお金どんどん増えてく、まずいって。大活躍じゃん。ライちゃんがこっち来た。あなたが今日から入った新人、もしかしてライバルだから。ライちゃん先月からルミナル働いてんの。シャツの上に重ねて着るトップスを探す。エレガントで高級感、セレブカーボレロベスト。ごめん、ちょっとさ、ちょっと興味本位だけどこれやっていい？見てもらおう。もう分かってんじゃん、自分で正解。俺はそれが言いたかったの。自分のことは自分がよく分かってんでしょ。だから俺わざとこれ見せたの。わざと間違ってる方を見せたのよ、あなたに。あなたは自分でも答えを知ってんのに人にそれを委ねてるだけ。これなんでしょ、着てもらっちゃう、これを。ほら、お待たせしました、びっくりマーク。おお、いいんじゃない。ごめんなさい、ごめんなさい。ああ、諦めが早い。トップスオーダーだったよね、場所は分かったかしら。すいません、ちょっと実験しました、いい経験になりました。またトップス、もうないです、うちトップス。もうこれみんなこれじゃん、着てもらっちゃう。何も会話しない、もうしない。俺は苦手です、接客。来てください、とにかく正解だけ教えます。すっごいくびれがすごい、そのままもう切れるんじゃないかっていう、半分に折れるアイスみたく。嬉しすぎてクラクラしてます。それもう締めすぎなんだよ絶対。やばい、流れ作業になってきた。ロボットに見える、人が、周りの人がロボットに見える。だから俺はもうお店に行きません。あのお客様に服を見せてみたんだけど、なかなか気に入ってくれなくて。やめてよ、押しつけんの。俺もう一人やってっから、人一切れしてるから、やめて。今日これ以上任せないで、私の代わりに接客してくれない。おいおい、とんでもないモンスターがいるんじゃねえか。おお、強そうだな。アバタケタブラ使ってくるタイプのメイクしてる。大人な女性にぴったりなトップスに変えたい。どうせこれなんでしょ。イエーイ、あー、やっと休憩できるわ。もう働き詰めよ。マイルームに行ってセーブしてきたら、ゴリゴリのメタメタの発言されてるけど。左下、お店に戻ってきてね。それはどうかな。行き先を選んでタッチ。一回家帰れんのこれ。決定、セーブ。本日の売り上げ、売ったな。え、離陸する、これ。離陸するかと思った、この家。これ所持金0円じゃん。ギリギリすぎん、生活。他行ける場所ないよな。タッチしても別に何も発生してねえ。戻るか。ちゃんとセーブできた。よく変わってね、入荷した服を試着してたの。あー、そういうことね。コーディネートのポイントを教えてくれる。いろんな色が入ってごちゃっとして見えない。これにちょっと一工夫。おい、一色になったね、全身ピンクでまとまっててすっきりした。まとめすぎ感もあるけどな。なんか3色ぐらい欲しくなるけどな。縮めてコーデとも言うわ。工夫次第で雰囲気が変わる。あーパーコ。在庫を増やしたから売り上げ100万円を目指す。
あ、じゃあ洋服選べるの増えたんだ。